セダン型燃料電池自動車。電気自動車と同水準のゼロエミッションであり、5分間で水素を再充填することができ、大型セダンとして長距離の走行が可能である。第85回、箱根駅伝大会本部社ハイヤーとしての使用例2002年発売のホンダ会 CX に続き、ホンダがリース販売する2期種目の燃料電池車。 コンパクトハッチバックであった開始 EX に対し低小低前行のセダンとなった。ホンダによると2007年11月の発表以来世界中の8万近くの人々が興味を示したとされる。生産は2008年6月から開始されると報告された。2008年6月19日にアメリカで最初の燃料電池自動車の5人の顧客が発表され7月頃に 納車された。最初の顧客の一人は2005年から第一世代の燃料電池自動車であるホンダ会 CX を借りていて返却した人物である。ホンダによると彼は世界で初めて燃料電池自動車を乗り換える人物であるとされる。現在のリース期限が切れた時点において更新期間はまだ決まっていないものの現在のリースは更新される可能性がある。 2008年7月から米国でリースが始まり映画制作者のロンイエクサが世界最初のユーザーとなった3年間のリース料金は2万1600ドル日本では観光庁と一部法人のみが対象となり11月に第1号車が環境省へ納入されたリース料金は月額84万円また2009年2010年の1月2日3日に 開催された箱根駅伝では大会本部社として関東学生陸上競技連盟に太陽の上、冬季行動走行試験を実施。冬の箱根という悪条件の中、低温指導性や勾配などにおける走行性などを確認した。報告によると全世代のホンダの燃料電池自動車の費用は2005年に生産された時点で1台あたり100万ドルドル以上だったとされる。 複数の推定によるとホンダは1台あたり12万ドルドルから14万ドルドルの間に生産費用を削減したとされる。FCX クラリティは現在アメリカ、日本、ヨーロッパでリースされている。アメリカでは南カリフォルニアで最初の水素補給ステーションがある地域の顧客のみリースされる。2010年の時点において12台の FCX クラリティが 月額600ドルでリースされ、これには衝突の補修、整備、道端での支援と水素燃料が含まれる。約10台が日本で10台がヨーロッパでリースされる。ホンダが行動に出せる燃料電池自動車の台数は会社が使用できる水素補給ステーションの数によって大幅に制限される。 2010年秋に2機の水素補給ステーションがそれぞれカリフォルニア州トーランスとニューポートビーチに設置される予定である。2010年時点の報告によると合計50台の FCX クラリティがアメリカにた。ホンダは2018年に FCX クラリティを元にした量産車の生産を開始できるとしていたが、2015年現在生産は終了している。 2015年の東京モーターショーに FCX クラリティのコンセプトを継ぐクラリティフューエルセルが発表され2016年3月10日からリース販売が開始された車両の電力は出力1 0 0ットのホンダ水直流水素燃料電池から必要に応じて供給される電気自動車のようにブレーキや減速時のエネルギーはモーター 発電機によって回収され 288V のリチウムイオン蓄電池に充電される。電気モーターは出力134馬力でトルクが0から 3056rpm 時に189ポンドフィートの EV プラスのモーターを元にしている。それは静かで安定した加速と高トルクを提供する。走行距離は水素タンクを満タンにした場合、 約240マイルズであると推定される。車両は、街中で1キログラムの水素で約77マイル、高速道路で1キログラムの水素で67マイル、組み合わせた走行で1キログラムの水素で72マイル、走行できると推定される。FCX クラリティは2008年型のアコードよりも、約4インチ短い。それは、革新的な運転席を備えている。 ダッシュボードの表示装置は、水素の消費量が大きくなるにつれて、色とサイズを変更するドットが含まれ、運転手は容易に走行距離を確認できる。他の表示装置は、電池の残量とモーターの出力を表示し、速度計は、運転席の表示装置の上に設置され、道路から視線を外さずに容易に確認できる。内装では、座席とドアのライニング上には、 植物性のホンダのバイオ布ノが貼られている。栃木県塩谷郡高根沢町の4輪新機種センターの組み立てラインで生産される。燃料電池は隣接する栃木県羽賀郡羽賀町のホンダエンジニアリングで生産される。予定では3年間で200台生産される。2009年の報告では天然ガスから水素を製造する費用はカリフォルニア州で1キログラムあたり、 約5ドルから10ドルである。これは2009年の夏のガソリンの値段の約2倍で、燃料電池自動車は、同規模のガソリン自動車よりも高。FCX クラリティは 1kg の水素で、平均60マイル走行できる。ホンダコレクションホールに展示されている、FCX コンセプトのシャーシ FCX コンセプト。 クラリティとはグリル周りが異なる FCX コンセプトの名で発表され、FCX クラリティの原型となったコンセプトカー。展示用に作られた FCX コンセプト。2005年10月の東京モーターショーで初公開された。前輪を駆動するモーターに加え、後輪にインホイールモーターを備えた4輪、駆動車として設計されている。 この時点では商品化について触れられていなかったが、2006年1月に発売計画が発表された。実際に走行可能となった FCX コンセプト。2006年9月に公開され、2008年の発売が予告された。FCX クラリティ FCX コンセプト。ありがとうございます。